下り、なんかこうポイントというか、まあ、まず俺自分でダメなのは後傾になっちゃうんだよ。やっぱビビっちゃってるから、ちょっとこう腰が引けちゃうっていうのが、やっぱ良くないっていうのはもうずっともう、ものすごい基本的なところだと思うんだけど、まあ、やっぱ海外選手とかっていうのはね、やっぱこう、結構な傾斜でもなんかこう前傾というか、膝に余裕がある感じの下りをしてくるイメージがあるんだけど、はい、なんかこう、なんかループ的に、その、あるかな、ポイントというか。それは、まあちょっと話戻りますけど、スキーですかね。あー。でも、小原さんだって北海道出身じゃないですか。うん。スキーは。俺、スキーはね、一応やってたんだけど、まあ、それこそゲレンデのスキーをやってたんだけど、ただもう、そう、スキーやると、こうね、割と斜面に逃げらずに、こう、前に、膝も前に折れるイメージなんだけど、俺、スキーをやってる頃から後傾だった気がする。なんか、前傾、ゲレンデスキーってさ、ちゃんとこう前に体重乗せれると、こう前側をこうコントロールできるじゃない、はい、俺なんか後傾になってたから、だからね、こう前側をね、こうちゃんとコントロールできない滑り方前がちょっとして。浮いちゃってる感じですね。浮いちゃう。そう。それをね、今もね、ずっと引っ張ってる感じがするんだよね。そこか、なるほど。その時からそうなんですね。もうその時からね、ビビってんだよね、下りをね。やっぱりそうだよね。ちょっと前傾で、こう、膝を柔らかく。まあなんかこうモーグルの選手じゃないけど、なんかやっぱああいう膝の使い方というか、体の使い方というか、なんかその辺を、なんか短い距離でもいいから、その体を倒す、どこまで倒せるかっていうのを試していって、で結構やっぱり僕もその体のそのこの倒す角度によって、そのスピードの減速だったりとかもコントロールしてるんで、やっぱりちゃんとそこを倒せればスピード乗れるし、はいはいはい、やっぱ危ないからとか、もうちょっとこの辺でちょっとスピード落とそうとなったら少し体を起き上がらせるんで、やっぱスピード乗るためには下そこなのかなっていうふうに思いますね。はい、前傾になるとさ、こう前側の足の膝にちょっと余裕が、なんかこうピンと張らずに着地できるというか、なれば、なんかダメージ的にも前傾の方がきっとないのかなっていうふうに俺は思っているんだけど、なんかやっぱその辺がやっぱりスキーなんとかね、下りも怖いんだよな、もうこの年齢になってくるとなかなかこの怖さを払拭できなくなってくる。いやね、もうね、ずっとその下りを、ね、下りでタイム稼げるのにその下りをしてて、UTMB に。ますからね、すごいですよね。もう最後もうボロボロだったけどね、下りほんとにちょっとね、その辺練習しないとな、今度リック教えてください。2人、一緒に行きましょう、本当に。絆